こんにちは、三島光平です。今日はちょっと朝の原宿店を散策します。早速イケメンがいるのでどうぞかっこつけて。はい、わかりました。笑いとかいらないよ。その顔朝はこうやって撮影してたりとか、今日はリキーが、こんにちは、小田家と僕です。こんにちは、小田家です。あれ、自分のチャンネルとの熱量違くない？挨拶あるでしょ。どうもだけです。ポン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 。そんなでかいのに普段もマイク割れるでしょ。こういう感じで、じゃあ次、ここではご飯を食べながらセットしてます。はい、朝の準備です。どうもおじゃです。ポン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 。すぐパクる。ごめんね、おたけ。デビュー控えてる選手たちがカットレーン。うちのチーム入りました。竹達です。竹達勇気です。ぽくない。変えよう。はい、変えよう。ぽくない、うん、名刺の名前どうすんの？あ、竹達ゆきです。こたつは入れない。入れない。安い。ずっと僕のお客さんでした。ずっと西谷さんで。響き。ハギ。H-I-G-Y-U ハギウネ。後がやりづらくなっちゃうから。パーマレ。はい、パーマです。カラーの先生と言われてたから今度はパーマの先生になろうと思う。はい、パーマの先生になろう。うん、よろしくお願いします。唯一のロン毛。おはようございます。新しく原宿店業者入ります。カットレン。やってるふりです。やってるふりしてるそうです。はい、スタイリストになりました。はい、佐藤文也です。3月の17日よりスタイリストになりました。ご予約お待ちします。今予約してください。今予約してください。4月まで予約もう開放するんで、お願いします。練習は続けてやってます。あ、お願いします。太陽。太陽。太陽です。ありがとうございます。結構貫禄が顔だけは貫禄があるよ。ライダー。ありがとうございます。お待たせしました。全身映す。おじさんこと。いくつで1年目なんだっけ？27で1年目。あらー。あらー。よろしくお願いします。あれ、社長出勤の徳永さんが。おはようございます。おはようございます。娘と戯れてきた？戯れてきました。娘出勤です。はい、娘出勤しました。おはようございます。そう、1年目で27なんです。あれ、リキもうここにいるの？小田家は？お前何やってんの？何やってんだよ。いや、ちょっとへそにニキビが出てる。へそのニキビ見てた。なんか守ってない？ケイさん。どうですか、シャンプーは。
気持ちいいですね。え、今誰ですか。あ、道屋さんだ。どうも。こういう感じで朝は営業始まる前に撮影やったり練習したりしております。はい、どうぞ。あのよく島さんにキンコ触られるんで守ってます。おい、仲良しだな。ああ生配信中だから。ああ、なんか当たってるしな。よかった、三島さん。なんだなんだ。なんだ、なんだ。こういう感じですね。ツーライダーストレート、はい、入れた瞬間からカール入れた方がいいな、はい、アイロン入れた瞬間に根元の丸みがなくなっちゃう、はい、オーシャンはやっぱり高校生が多いですか。大学生が一番多いですね。研究中。スライスの幅がさ、はい、スライスの 幅と角度でどうなるかと、はい、今その幅でさ、これでつまんだ束がさ、はい、そのどれぐらいの太さっていうのがあって、この毛先のばらけ具合があるじゃん、はい、それを結局今このステムで巻いてるわけじゃん、はい、このステムで巻いたらここで一番カールが出やすくなるわけだから、はい、そうすると質感って硬くなってさ、ここでカールが出やすいじゃん、はい、でもここの束って別にここに持ってかないじゃん、セットの時に、はい、でここでのカールがここ行った時にどうなるかって、毛先が柔らかくなって、はい、ほぐれが出るじゃん。でその時の質感が自分が狙っているものかっていうのと、はい、あとは結局巻いたところのカールが一番出やすいから、はい、そのお客様がただ単にバーってやって一番出やすいのって、ワックスつけた後に持ってくステムで巻く方が絶対やりやすいじゃん、はい、ただそうすると硬くなるじゃん、毛先、はい、質感が、はい、でその質感をお客様が求めている質感にするためのスライス幅を調節したりとか、はい、まあ、それが縦を広げる、横を広げるっていうのもあるし、逆に狭めるもあるし、はい、その辺は考えないと。ありがとうございます。肘張ろうか、もうちょいね。はい、肘を。指切ったん。はい。指切ったん。はい、指切りました。切れます。カットライン見すぎかな、ちょっと、はい、うん、根元のステムの方が大事か、はい、ちょっと今それ怖いな、安定してないな。目がさ、こ根元を見て、目線ね、根元を見てフォーミングしてやっと最後にカットラインだから、今どこ見てる。根元まだ根元、やりながらでいいよ。まだ根元見てる、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 
まだ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 根元見てる。でやっと毛先だ。まだ足きつそうだから姿勢が良くない。どう最近は。最近は順調です。これゆるスパにするよ。ゆるスパにして、うん、さっき巻いたんですけど、うん、ゆるスパでだんだん、うん、ちょっとね巻き込みの最初のステムムラがあるから、はい、そこは直してほしいな。だどこからカール入れ始めてボリューム出すのかとか、ボリュームここはいらないなっていうのがもうちょっとはっきり出ないと。だからセクションに分けて、はい、ここってアイロンの時ボリューム出すから、ここからカール入ったらボリューム出るなとか、うん、だからそうすると毛先のさ最後の終わり方の方向が変わるじゃん他のところと、はい、上下で並ばした時に交互じゃなくなったりとかするよ。だからこっちは1回転半、こっちは2回転ってなるとさ、毛先の向く方向がさ半周違うわけじゃん、はい、その辺を計算しながら、はい、ありがとうございます。どうだろうね早見ね、 1ミリも見たことないからな俺。今は綺麗に引き出すのと、うん、綺麗に切るでそれ常にそれ常にやってください、うん、あまあ意識がでもやっぱりカットラインだけかな。まあウィッグだとさ、はい、頭皮が綺麗すぎるから、はい、そんなに考えなくてもいいけど、結局お客様だとここ、まあ、ウィッグでもあるけどここの角度が変わってるところがあるじゃん、うん、そことか、まあここだったら M があったりとか、あのここのさこれがあったりとかっていうのがどこが飛び出ててどこがへこんでて、ででもアウトラインと穴開けちゃいけないとか同じ量にしなきゃいけないってなると、そこだけグラ幅って変えなきゃいけないじゃん、うん、そういうのをちょっとウィッグだと意識しづらいから、本当は買っちゃった方がいいけどね毎回練習で先にもう、うん、だから誰かのを真似させてもらって全部作ってやった方がいいと思うのが練習だよ。ある程度もう手順が体に染み込んで止まらずにバーってできるようになったら、ちょっとウィッグ作りスタートからちょっともうちょっと人っぽくした方がいいね。ありがとうございます。セーニングまだ入ってないでしょ。そうです、入んないでいいよ当分、はい、そのメモって毎回見てる。あ、小屋さんアドバイス的な。ノートの取り方もちょっとまとめた方がいいな、うん、左右とかで分けてさ、その疑問点と、まあ、実際のその方法論やり方をさどうやったかっていうのとで理想があって、でそのギャップがあって、そのギャップのやり方も考えなきゃいけないから、昨日はこうやってで、まあ、結果こうなっちゃった、でも自分が求めてるのはこう、じゃあ今日はこうやるっていうのを常に常にやっていかないと何もうまくなんない、うん、昨日どうやったっけになったらマジ昨日の意味なくなっちゃうから、それが全部わかるように、うん、だから一気に進まなくてもいいよ全然、部分部分で今日はここ重点的に、でその次の日もそこやらないと意味ないから、はい、だからまあ 2,3 日とか続けてやった方がいいかもね。アンダーだったらアンダー、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 アンダーみたいな。そうします。うん。ありがとうございます。じゃあ小田家のところにでも行くかな。
次色？はい、次色変えます。次色っすね。この姿を。あ、なるほどね。この姿一番。嫌だ。あれっすよ。あれ？あれなんですよ。恥ずかしいというか、あれっすね、ピスタチオみたいな。うん。美味しい？お茶。水です。ダイエット中なの。俺もやんなきゃ。9日間。はい。あ、動画で？いや違います。3日、うん、低糖質で、3日断食して、うん、で3日そのキムチだったりそういうなんか発酵食？そうそう、鳴らして、うん、終わりみたいな。何キロ痩せるお茶なの？まあ、それで何キロっていうか痩せたって分かればいいんで、キロじゃなくてもそれでも むくみの可能性もあるよね、肉じゃなくて。だから肉なんですよね。肉なんだ。腹にちょっと腹で分かったアメリカでジャンクなの食いついた。そうなんですよね。確かにアメリカ行くとポテトばっか食っちゃうな。アメリカちょっと全部あのジャンキーフードなんで。わかる。レストランわざわざ行くよりさ、あのハンバーガーショップ行った方が美味しかった説ある。あ、ハンバーガーショップ、うん、ね、日本食美味しかったっす。ロサンゼルス。日本食なの？あ、それはまさに寿司とか定食みたいな。それでも焼き鳥とか。いろいろ、いや、普通日本人作ってる。僕の友達のお父さんだってね。え、近いね。とこで、すごいね。で、すごいね。で、そこに行って、そこめっちゃ美味しかった。一緒に行った人？はい、一緒に行きました。え、ロス行ったの？ロスとシカゴ行きました。へえ、どっちが良かった？面白かった。もうシカゴは時期が時期だったんで、寒すぎて出れなかったんで、うん、圧倒的にその時はカリフォルニアでした、ね。うん、え、ディズニー行ったの？ディズニー行きました。いいな、楽しかったですね。一人で？一人じゃないです。ミッキーいただきました。うん。YouTube あげてる？あげました。ああ、はい。最近小田家の YouTube 見てないな、ミッキーと。あ、本当ですか？うん、ぜひ見てください。うん、ダイヤのエースに勝たないとダメだよ。ダイヤのエースにハマってるんですよ、今。うん。ダイヤのエースっていつのアニメにしたっけ？わかんない。ちょっと前面白いっすか？面白い、うん、ボイパしてほしいって。ビートボックスか。うん、すげえじゃん。それ練習どこでするの？イエス。迷惑じゃん。まあ自分の部屋なんで。うん。大丈夫です。誰もいないところだよ。誰もいないし。誰かやる。え？誰かやる。大丈夫、やりますよ。え、でもそれってさ、なんか自分で聞こえてるのと人に聞こえてるのってやっぱ違うの？声みたいに。あ、録音したりするの？録音します。すごい。でも最近はビートボックスちょっとじゃなくてループステーションっていうやつを、うん、この間今買って、なんかビートボックスだったら。なんかよくなんて説明すればいいんだろうな、なんかって音を入れたらそれがループして、うん、次の音、そしたらそれが合わさってなんか重ねて曲作っていくみたいな、トラックができるみたいな、うん、それをやろうとしてて。すごいね。それをちょっと極めて、何になろうとして
パルクールもやろうよ、パルクール。パルクールですか？パルクール、パルクール趣味でやってます、うんうん、どこどこどこのビルの上でやる次は。次ですか？暗黒的にどこのビルでやる。渋谷のルーフとかで、いろんなルーフとかで飛び回ろうかな。あれすごいよね。ちょっと怒られちゃうんで。許可取るんでしょ、でも。許可取りません、ね、一応。いただきます。うん、それ飲む、ここ見てみる。あ、いただきます。これで大丈夫、飲む、カロリー。お茶は大丈夫。お茶確かに大丈夫。でもお茶はでも水分にならないみたいに言わない？利尿作用あっちゃうからさ。水分なんない。水分取ったことにならないみたいな。そうだね。うん。すごいね。小田圭じゃんだってみんな知ってるじゃん。有名人じゃん。あ、どうも。小田圭じゃん。ミッキー今日何やってんの？ミッキーくんですか。ミッキーくん。言えますね。言えるの。言えます。編集じゃないですか。そっか、こだわりのね。こだわりの。それ引き継ぎできないの？僕ですか。うん。いや、なんか、まあ演者ミッキー君のこだわりの編集があるから、うん、そうですね。すごいよね、こだわりね。なんか、任してくれって感じだった感じなんで、うん、手出すなって。そう、そうですね。言ったら言ったら、うん、何色にすんの、力さん。今日はなんか小田家の都合で今日は紫目にします。結構強め。結構なんか赤くしてなかった。だって赤くしました。でもまあ紫だったらいけるっていう、うん、すごいバチバチ紫。美容師泣かせだね。はい、です。本当は嫌です、うん、ありがとうございます。だって抜け、あ、でもだって延期やってたよね、マニパニかなんか。やってないっけ？それやって、体でやったんだ、はい、大変なんだよ。大変なんですか？うん。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ダメっすよ、とどまった。日高さん一発芸って言われてるけどね、あのね、集中しちゃう。多くのこと見つけられない。日高です。ポンポンポン。やばい普通にやりきって、やりきって、ちゃんとやれば、今やっぱ戦う、戦う。いや、ちょっと待ってください。じゃあなんか、小田圭のボイパに合わせてなんか歌ってよ。歌詞ちゃんと考えてね。放送してるから。あ、なるほど。うん。下ネタとか。ラップでもいいよ。よ、俺は小田圭、OK。いや、終わり？いや、ちょっと下ネタ言っちゃったんで。いや、そんなどれぐらいのレベルの下ネタ。ちゃんと下ネタ。あ、ちゃんと、うん、一応考えてたんで、前やめたやつ。じゃあ、いや、ダメ。ダメだ、いいや。セットしに行ってくるね。バイバーイ。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ、小田家チャンネル登録も、三木小田で。お願いします。パンパン原宿店も。はい、僕らです。よろしくお願いします。はい、ぜひ来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ここには太田ジャパンがいるんで、太田ジャパンもぜひチャンネル登録をね。あ、よろしくお願いします。太田ジャパンです。あ、太田ジャパンにセットしてもらおうかな、じゃあ。暇な、暇？暇じゃない。いける？じゃあそこでいい？はい、どこでも。いつもの感じで。あ、あの立てるやつだけもらっていい？わかりました。うん。あ、裏にある。裏に。うん。じゃあ今からセットですね。うわ、チカチカしてるな。ぜひご来店の際は自分に何か合うか聞いて買ってみてください。スプレーとワックスとジェックスと。担当者のサインいらなくなければ言っていただければ。
まあ、どこのチームでも書いてもらえるので、ぜひいらなかったらいらないですって言ってください。漫画本当多いですね。漫画多いですね。下にもあるからね。上だけじゃなくて。あ、これだけでいい。あ、これだけでいい。うん、ありがとう。あとは。はい。おい。立てるやつ。はい。お願いします。ちなみにね、あの自然乾燥してしまったから、なるほど、くしゃくしゃです。じゃあセットしてもらいます。はい、ジャパン、うん、クリームがついてるんでちょっとベタベタだ。クリームですか。うん、前髪ついちゃってるかも。乾燥がやばいよねなかなか、うん、パーマが出てらっしゃる。はいよ。ちょっとアイロンも入れます。はい、あとつく。はい、大丈夫です。ちょっと上着脱いでいい。あ、でも暑いですね。暑いですね。いただきました。はい、半袖で。じゃあちょっと質問答えながらやります。はい。小田さん、じゃあ今日のセットのポイントは、はい、今日は春っぽくちょっとラフなふわっとした、うん、やりすぎない感じです。ラフなふわっとな、この色にも合わせてちょっと、うん、モテって感じでいきましょう。はい、もう決まってました。東京は今日暑いですか。もう今週っていうか、もうさ、桜咲いてるの知ってる。あ、知ってます、知ってます。びっくりした。今日もう各地では桜が咲いてます。暑いです。暖かいです、はい、何色ですか。ミルキーグレージュを入れてちょっと、落ちてきました。色落ちして、はい、綺麗なベージュです。ベージュです。もうすぐ40万人。あ、そうです、チャンネル登録もうちょっとで、ぜひチャンネル登録と、最近ライブ多いので通知設定をぜひお願いします。太田ジャパンもね、はい、ぜひよろしくお願いします。大きいに田んぼなの。大きいに田んぼですからね。太田ジャパンチャンネル登録をぜひ。はい、よろしくお願いします。高井さんも始めたので高井さんのチャンネルもぜひ。確かに、お願いします。ライバルいっぱい、モルもやってるしね。はい、ライブめっちゃ嬉しい。よかったです。ライブでもね、楽なんです。あの編集やらないらしく楽だから、こっちに走ってしまっている部分もあります。画質ちょっと落ちちゃうんですけど。あ、そうですよね。多分 5G がもうちょっとなんで、そしたら多分遅延とかもないかなと、思うので、ちょっと楽しみにしてます。 5G を、うん、アップロードできる画質も上がるんじゃないかと思っております。後ろの漫画何？後ろの漫画はヒロアカとワンピース、ワンパンマン、僕は妹に恋をする、ラブライブじゃねえや、ラブセレブ、ラブセレブ僕の初恋を君に捧ぐ、ハンターハンター、ブリーチがちょっと、ブリーチちょっと、進撃キングダムだね。アオアシとか欲しいな。アオアシ、うん、トリコもなんで一巻だけあんの、謎の、しかも40何巻が、誰チョイスというかね、あの自宅にあるのを寄付です。ありがたいですね。寄付、はじめ社長のやつすごかったですね。ありがとうございます。すごかったですね、皆さんめちゃい
ゴーズ。少女漫画は誰のですか？俺のです。僕のです。あ、そうなんですね。うん、昔からありますね。高校生ぐらいの時かな。クラムブラックはオーシャン限定ですか？オーシャン限定ってわけじゃないけど、設定の共有は別に他の美容室にしてないので、まあやる美容室によってカラーの設定が違うかなと、出し上がりも違うかなと、はい、思います。ぜひオーシャンで。今日は波打ちですか？いや、いろいろ、いろいろですね。うち、ちょっとミックスです。お題を振り向き、やばい、鼻血が出てきたかも。え、挟みましょうか。というか出てきたの。ティッシュもらってもいい？どなたかティッシュ。事故です。ちょっと鼻詰めるのでマスクします。便利、新しい。びっくりした、本当にめっちゃ血のいする今。興奮しちゃったって、うん、興奮しちゃったね。ちょっと待ってね、鼻血垂れてこない、すごい。垂れてないということは全部口に回ってますから。うわ、最高だ。最悪。鼻血ライブみたいになっちゃう。昔から鼻の粘膜弱いんですよ。あ、そうなんですね。出やすいんです。出て1時間とか止まんなかった保育園とか。大変ですよ。30分間とかずっと洗面台でこうやってポタ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 って止まるの待つ。死ぬんじゃないか。貧血で倒れちゃう。太田さんの服どこのですか？いや、どこだもん。ゾゾタウンでまた買いましたからね。ゾゾタウン、ゾゾタウンでよく買います。うん、わかん、読めないですけど。うん、俺も読めないや。読めないです。よし、アイロンは終わりです。ツイストスパイラル強めにかけたら直毛は何ヶ月持ちますか？切り落とすまでなくなりません。うん、ナチュラル。ナチュラルです。はい。スプレーまでしちゃっていいよ。かしこまりました。一番オーダー多い髪型は？一番多いの。刈り上げなしの D マッシュ。ああ、多いですね。めちゃくちゃ。つける前にちょっと乾かすのがポイントです。少しそうですね、乾かします。軽く水分も。スプレーの使用感最高です。ありがとうございます。頑張って作った甲斐がありました。まあ、続々とね、いろいろ出ます、ね、出ますんで、また多分 今月とかにも告知するので、相当あれがあれかどうかわからないけどね。いろいろありそうですね。そう、いろいろあるんで、僕らも全く知らないので教えてないです。まだ幹部陣しか知らないんで。ブリーチまたアニメ化ですね。あ、そうですね。そうです。続き、続きです。多分来ましたね。キングダムとかデイズはやってくれるのでしょうか、再開。なかなか最後までいかないですよね、今だと。シーズン1個やったら何年空くんだよぐらいですね。確かに待ち遠しいですね、いろいろと。番組はいたんでるでしょ。うん、
なかなか痛んでますか。前髪やばい。乾燥 が前髪の乾燥が、前髪だけブリッジ3発なんで。そうですよね、うん、そうなんです。今日高井さんカットいきます。バチバチに決めてもらってください。キングダムトークしてみてください。詳しいんで。スプレーってストックしておいた方がいいんですか。別にもう大丈夫です。生産間に合うようになったので。当社のライナーがさらにトリートメントはいつできますか。うん、当分出せないと思います。まだ作り始めてもないので。予定はありますか。2年以内ぐらいには出したいです。2年以内でした。できればプレー8本目突入です。ありがとうございます。すごいですね、うん、でもめちゃめちゃいいよね。めちゃくちゃいいです。めちゃめちゃいい。オーシャンで一番ブリーチに詳しいのは誰ですか。リキじゃない。いや確かに。どうだろう、ブリーチ全然詳しくないです。フォロー編みたいのを読んでないんで。僕は全く知らないです。ブリーチ、ブリーチです。アニメ化しますね。千年決戦、うん、続きですか。はい、激アツ。詳しい。クインシーと戦うやつ。詳しいです。めちゃくちゃなんか強させってわけわかんなくなってからね、見てないんだよ。イチゴがすごい強い。へー。結局お父さんもあれ強い。お父さんが本来が結構強かったんだけど、うん、やっぱ結局全部あのお父さんとお母さんが強くて、あ、お母さんもそうなんだ。お母さんも強かったの実は。そうなんだ。だからイチゴの血の中にはブリーチに出てくる全種族の血が入ってる。すごい強い。なんかフォローも入ってるし、死神もクインシーも入ってる。そういう感じなんだ。そういう感じ。だからもうイチゴに攻撃とか効かなくなります途中から。みんなのことを一発で倒しちゃう、こう敵の攻撃とかを。ワンパンマンになっちゃう。本当にそういう感じですよ。面白い。残白刀使わなくなる感じ。ね。身長何センチですか。だって僕ですか。身長ここの3人で一番低いのも僕なんで。あ、そうです。178が一番低いです。一番低い。184です。181です。でかいんです。でかいです。本当に謎に結構です。何食ったらそんなでかくなった。何食ったんですかね。何なんですかね。肉ですよ。肉。勝手に遺伝子がそう。そうですね、遺伝子。まあ、どっちもちょっと大きいの。そうですね、僕はでかいですね。全然大きくない。もうです。勝手に。突然変異。突然変異を起こしました、遺伝子が。約束のネバーランドは見てますか。見てますよ。見てます。あ、見てます。まあ、あれもちょっとだんだんよくわかんなくなってきたね。そうですね。確かに。終わりますね、これ。ちゃんと。最初が面白かった。最初の、ガツノコしたとこが、ね、面白かったね。終わるんだ。そうですね。寂しい。ジャンプ今面白い。結構激アツですね。あ、全部が。ここじゃちょっと言えないですね。ネタバレになっちゃって。はい。怒られちゃう。面白いですね。読んでください。永遠の消防隊もまあ面白い、ね。面白いですね。僕も宇宙凍らされて。うん、1日の営業で何本スプレー使いますか。えぇ、何本ですかね。1人僕だけでとかですかね。1人1本も使わないで。そうですね。2人で1本ぐらい、はい、確かに。だから3本、2、3本。そうですね、2、3本ぐらい。調子いい時は2、3本、うん、でなんかブリーチのお客さんが多かったりすると今日セットしなくていいですか。あー気にして、うん、多かったりするんで確かに、うん、時と場合ですね。徳永さんめっちゃ振ります。ナルミヤ名義です。わかる。誰ですか。ダイヤのエース。あ、ダイヤのエース。ダイヤのエース。ここに来てダイヤ。僕あの白髪の人が好きです、ね。なんだっけ。それライバル的な人です。それナルミヤでしょ。あ、ナルミヤでしたっけ、それが。それがナルミヤ。金髪でしょ。あ、そうですそうです。あのメリオダス。あ、そうですそうですそうです。あいつが負けて僕はもうあの。そういうのネタバレになっちゃうからね。あ、そうですね、失礼しました。危ない危ない危なかった。7つの滞在も終わっちゃいますね。寂しいですか。いろいろ終わります。なんか見てる漫画が全部なのが確かに悲しみ。自爆くんって知ってる。
自爆くんなんかあのなんかピンク色のさ、なんかウィーンみたいな、なんか変な気持ち悪いやつを投げて爆発するみたいな。聞いたことわかんないですね。すごい昔のやつ。最近メタロットのね、2話ぐらい見たんだけど、おもろい。メタロット面白いです、ね、おもろい。最近のやつですね。うん、昔のやつ、ね、昔のやつ。一気がまずメタビーを手に入れるところからの。メタロットやっぱり懐かしいですね。今なんかアプリもあります、ね、そう、アプリでちょっとアニメ見てみよう。ダーウィンズゲーム面白いですよ。知ってますよ、面白いよ。ダーウィンズゲームの話結構しますね、ミシャさん。おもろいよ。鹿でしょ、鹿。ブーストも知ってますよ。面白いですね、ブーストライド。やっぱ中二病感ありますね。うん、でもだいぶシーズン重ねれば重ねるほど難しくない？難しいですね。ちょっとよくわかんなくなってくるよね。おしゃれですね、なんか。エウレカだって、俺それね。エウレカもめっちゃ好きなんですよ。違ったというか、なんかもう最初に食いつかなかったんだよね。見てほしい。あとアリスのやつもそう。探検家みたいな。ああ、メメイドインアリスです。そう。もう面白いですけどね。面白いんだ。面白いです。深いですよ。なんか、なんだろう、人間味があって。ちょっと食いつかなかったんだよな。ちょっと小田家のところに行きます。はい、はい、すごいですね、アニメから。アニメ全然そんなにですね、もう有名どころしか。ちゃんは五等分の花嫁も、五等分の花嫁もね、もう終わる、終わったの。アニメはまああれだけど、あ、まだアニメだ。最終的に誰なのかっていうところでしょ。確かに、そこだけ聞きました。マジ？はい。言わないで。言わない方です。あ、終わったんだ。プランダラ面白いですよ。数字のやつでしょ？途中まで。7話ぐらい。5話ぐらい。7話ぐらい見てますね。振られた回数みたいな。西田さん、朝シャンプー使ってますか？もちろん使ってますよ。もちろんです。パンドリってなんだっけ。パンドリってなんだ。だね、だいぶね。ワックスって落ちやすいですか？シャンプーしてもらえれば落ちやすいです。オーシャンのワックス全部揃えました。ありがとうございます。すごい。フェアリーテールも俺あんま引っかかんなかったんだよな。マギ見てます。マギ、うん、マギも見てます。シンドバッド編みたいなのとか。フェイトは1個目だけ見ました。2個目からはちょっと、あ、同じ感じだなと思ってやめました。結構アニメは、評価はね、1話見てあんま引っかかんなかったんでやめました。ケンガーシラは途中まで見て、ちょっと バキの方が面白いかもなと思ってやめました。結構途中でやめちゃうんだ。魔法科高校の劣等生も2話ぐらいまで見てやめました。結構見てもやめるのに、うん、最初で食いつかなかったらもうね。鼻血多分止まってないと思う。鬼滅は見ました。
野良神はね、6話ぐらいまで見てやめました。五等分の花嫁は誰推しですか？うわ、ニノかな。あー、これヨツハンです。ヨツハンでしたっけ？ヨツハンですね。あの、元気ちゃん。あ、元気ちゃんです。かわいい、いい子そう。若い子は好きそうだなって感じだけど、もうそういう年じゃなさそうなんですか？若いですね。なんか高校生とかはさ、笑顔がかわいい子とかさ、はい、よく笑う子みたいな言うじゃん、好きなタイプ。あ、そんな子が好きです、僕。そうなの、笑顔素敵な。ランウェイで笑って、ランウェイで笑っては見てます。知ってる？いや、すいません、あんまり知らなかったです。どう、ポイントは？じゃあポイント、ちょっとチクチクやろうか。ポイントはまあ、でもあんまり全体的にはボリュームは出さないように、結構まあ8万張っちゃってボーンとなりやすいんで、もしくは根元を押さえて、まあ毛先の方、中間から毛先を緩い動きでラフな感じに仕上げてあります。パーマかけてこれだったらいいんじゃないですか？まあ、最高ですね。皆さん、こんな簡単にできたら。パーマだったらワックスをシャーで終わりなんで。はい、アイロンいらないんで、ワックスバーってやればこれですよ。バックも見てる。バックね、切ってないからあんまりね、ちょっとだらしないんだよ。こんな感じですね。刈り上げやんないとまた伸びてきちゃう。横も入れないです。スプレー振ります。はい、お願いします。シントリコの名前バレてるの、なんでですか？いや、バレてないと思う。バレてないというか、多分ね、間違ってる。多分、予想というか、多分みんなが予想するような名前じゃないんだ。襟足伸びました。伸びました。もう一回借りますね。あ、そうなんですね。もう一回買ったら伸ばそうかな。ワックスつけると髪引っかかるんですけど、どうしたらいいですか？まあ、ワックスって引っかかるものだからな。確かに。そもそもかな。引っかかってます、僕も。うん。毎朝。引っかかるのが嫌だったら、もう柔らかいとか、ツヤが出るものになっちゃう。うん。でも、そういうのじゃない質感のものは、基本的に引っかかるんで。ね。はい。ドライとか。使い慣れること。使い慣れると、あんまり気にならないです。太田さん、2ブロックですか？あ、僕入れてないです。あ、でも、ちょっと短くしてます。内側だけ、2ブロックの幅を。買ってないです。ちょっと、止まったかな。もうちょっとですか？うん。止まってねえな。まだ出てるみたいです。なかなか止まらないんですよ、鼻血が。ディープトリートメントとは何ですか？わかんない。ディープトリートメント、すごいいっぱい来る。うん、なんだろう。ディープトリートメント、どっかで聞いたんですかね。美容さんがね、つける名前なんて適当だからね。確かに。難しいですよね。うん、商品名でやるか、適当につけたのでやるかな。何それ、みたいな。何でもいいってことだよね。はい。前髪流すコツ教えてください。前髪を流すコツ、前髪を流すコツ、前髪が流れないっていうのは、うん、どういうこと？直毛とかですか？いろんなやり方的な感じじゃない？いろんなやり方的に。ドライヤー、まあ一度逆に流す方向と一回逆に根元を乾かして、ある程度根元乾いたら毛先の方を流したい方向、流したい方に乾かしていただければが、まあちょっとここで伝えれるあれなんですけど、染めの紫シャンプーはさっき答えたんで、さっきの見てください。あんま拾ってない、拾ってない質問、ランニングとかやりますか？うお、やらないです。やらないです。
やりたいですね、運動は。でも、いけないです。次の予約いつですか？予約開放した？はい、4月は。してる？してます。まだ行けます。ぜひぜひ。では、まだですね、4月。まだだったらやばいね。お21日か。そろそろですね。明日とかにやろうかなと思います。明日です。石田さんが。うん、インスタで告知するので、ホットペッパービューティーから予約してください。電話は繋がっても取れないと思ってもらった方がいいと思います。確かに電話は本当に、うん、こっちもテンポっちゃってるよね。やめた方がいいです。言われたところを見たら、あ、埋まりました。僕ずっと繰り返し探してる間に、うん、全部終わっちゃう。ネットでぜひホットペッパーで、うん、予約開放日人によって違うんですか？人によって違います。違いますね、うん、筋トレはやりますか？あ、やってたんですけど、ジムが使えなくなりましたよ。あ、そうですね、今回の一件で。はい、通えなくなってしまっているので。できてない状態ですかね。そう、4月1日からまた多分開放になるんで。デビューまでどれぐらいかかりましたか？僕は2年です。僕はトータル4年ですね。4年生4年生です。2年って早いですね。スリムアイロンって持っておいた方がいいですか？いや、まあ、持っておいた方がいいかって書いたら持っておいた方がいいよね。ないよりはあった方がいい。ないよりは全然細かいとこもできるんで僕は好きです、うんうん、トリートメントすると直毛になりますか？乾燥が原因で癖が出てる場合は綺麗になります。太田さんの髪色ランキング見ました。あ、先生と撮ったやつでしょ。あ、先生撮りました。ありがとうございます。ぜひ皆さんも変えてみてください、髪色。音楽何聴きますか？俺聴かない。僕はいろいろ本当に適当に自分のプレイリストです。あ、とか最近さ、はい、あれだね、流れてるの飽きたの。そうですよ、うん、飽きましたね。飽きた。ガラッと変えましょう。睡眠時間どれくらいですか？短いんですか？うん、短い。4から5時間のことが多い。あ、多い。でも長い時は7、8時間。僕6時間です。6寝ないときついってきついよね。きついですね。2時に寝ないときついですね。次の日に持ち越してるからよね。あります。疲れを。美容師の国家試験が不安すぎて、実技と衛生が、衛生厳しい。衛生厳しいな。厳しい学校、本当厳しいよね。なんかここの学校で受けると落ちる人多いみたいな。ああ、あるもん、ね。あるみたいですね。衛生厳しいところも厳しい。気をつけないといけないです。俺らの代だとさ、一番落ちたクラスさ、11人と。え、めっちゃ落ちますね。しかもまあ10人ぐらい辞めちゃうから、クラスの3分の1落ちてた。え、クラスがあった。すごい。うん、衛星なんですかね、うん、衛星が多いですね。しかも大体衛星同士。二人とも専門ですか？専門で。はい、専門学校です。どこだっけ？僕山口県、地元の山口県。山口か。そうなんですよ、15人しかいなかったです、同級生。めちゃくちゃ少ないんですけど全然入れます、おっしゃったか。ツイストスパイラルの弱めってできますか？まあ、弱めと言われようが弱めではないよね、あれ。強い分類にはなっちゃうんじゃないでしょうか、うん、だからなんかよくね、なんかいろんな美容室でソフトツイストとか ありますね。あるけどソフトまあツイストの中では緩いけど、でもソフトにしたから落ちるツイストかっつったらそうじゃないんで。そうじゃないです。もうずっとチリチリのまんまになっちゃうんで、うん、なんか難しいラインですよね、うん、すごく。いや、でも俺もお客さんで、いや、なくしたいっていうお客さんめちゃめちゃ来ますけど、いや、無理ですって言って断って、後悔してるお客さんめちゃめちゃいるので、別にあれが悪いわけじゃないですけど、悩んでほしいよね。そうですね、一回何もできなくなっちゃうし、ずっとそれになっちゃうんで、うん、目新しさでみんなやっちゃうけど、一回やったらもう半年はそれのまんまって思った方がいいです、はい、か、坊主にしてもらうか。あら、2人の高校生時代の髪型は
俺短かった、工業厳しかったあ、僕も厳しかったです工業だったんで結構厳しかったです。前髪の長さ方向の決め方はいろいろあります。根元の生え癖に合わせる方もいるし、髪の毛の癖の収まる方向もあるし、顔で決める人もいるし、トップの向きで決める人もいるし、ね、なんか好きな方がこれが正解というよりは何を取るかだね。やりやすさかいろいろあるんで、まあ、根元の向き取ったらでも毛の向き逆に生えてる子もいるからアイロンしないと無理だよって子もいるし、見ないと分かんない、何だからこうとかは画面では言えないですかね。実際に相談していただければと思います、うん、自粛のご時世に一言。自粛のご時世早く良くなってほしいなと。確かに笑顔あふれる街に、うん、何も気にせず出かけれるようにね。そうですね、早くなればいいなと。オーシャンで坊主、ん？オーシャンで坊主って今までありますか？あ、やってたね。ありました。高校生のお客様で。なんで坊主にしたって言ったっけ？なんかインターハイあるからそれの気合いのためと、なんかいろいろありましたね。スポーツ？インターハイあったのかね。5月に気合いを入れるためで言ってましたけど、ちょっと抵抗ありましたね、これ。坊主は。試合が、ね。なくなっちゃわなければいいけど。確かに確かに甲子園のねなくなりました、ね、痛かったわ。いろいろとダイヤのやつ見てるからな、甲子園いいなと。青春っていいですよね、うん、スポーツいい。青春素晴らしい。太田さんの髪型のセット動画を出してください。それは太田ジャパンで出します。あ、太田ジャパンにもいっぱいあります。いっぱいあるんですか？いっぱいあるそうです、うん、1本です1本しかないんですけど、オーシャンのと、チャンネルでもあります、うん、計2本あります。いっぱいじゃなかったです。太田さんの守備はどこですか？サード。サードです僕。本当に？サード、ショート、セカンド。外野だったんですけど足を遅いと言われて内野に行かされました。せっかく肩はいいの？肩は意外と外野用のグローブ買ったのにすぐ内野に行かされました。そうか、違うんだ。そうなんですよ、めちゃめちゃ深いんですよね、なんか内野だったらすぐこう切り替えて投げたいところが深いんで、ちょっとやりづらい。やりづらいです。セカンドとかね、ゲッツーみたいなところとかね、パッパンみたいな取ってそのままピッていいじゃん。あ、そうです、難しいですけどねこれはやる人いるじゃん。やる人いますね、プロ野球でもめちゃくちゃかっこいいですよ、あれ、ね、飛んでる最中にやるみたいな、めちゃくちゃかっこいいです。パンパンみたいな、絶対的です、うん、美容師になるって賭けですか？いや、賭けやめなければどうだろう。確かにでも生活はできるよね、別にどんなに売り上げてなくても、ね、生活はできると思うけど、まあ普通の職業と比べちゃうとそれだとちょっとね大変かもしれないけど、多少は、でも好きだから続けられる職業ではないことは確かです。確かに、うん、好きだけじゃ続けられない。シビアです。プラムブラックを他の美容室でお願いするときはどうしたらいいですか？画像を見せてください。忙しいと思いますが食事とか気使ってますか？おー、そうなんですね。じゃあ夜は作ってくれたの食べるぐらいで、朝昼俺食べないからあんまり。本当に今日やばいなと思ったら、まあ、ウーバー行ってたの。ああ、そうです、ね、うん、コンビニが多いです、でも。ウーバー僕も作ってもらってます。ウーバー、本当助けられてます。ウーバーイーツすごい。すごい世の中だ。美味しいのいっぱいあるし。くそ、太田さんは結婚しないんですか？おろ、してます。してないんでしょ？はい、全然言ってます。太田さん結婚してます。結婚してます。既婚者ですね、僕は、うん、原宿店既婚者多い。多いですね、3人、はい、
川県からオーシャン入った人いますか？石川県？いや、いる。今どうなんですかね。いたと思うけど、やめちゃったかな。こいつってやついないですよ。誰だ。いそうです、うん。地方が多いです。あれ、石川って声量があるところ？あ、そうです。あ、じゃあ、いたかな。いたタイプかもしれないな。太田さん、夜騒いです。いや、そんなことないですよ。いや、本当にあれですよ、キャラ設定です。絶対半端ないです。マジ元気ないですこいつ。それは半端ないです。それは半端ないですよ。ネク、まあ、さっきご飯食べてたところ見てもらえば分かるんですけど、マジネクラですよ。ネクラ、結構ネクラかもしれないです、うん、お家の方が。でも彼女がいればとかでしょ。彼女というか、ああ、そうです、そうです。誰かがいれば、一人、まあ一人の時です。一人の時あんなだったらもう病気か。一人で買い物とか行っても全然テンション低いんで、喋、うん、りかけるなオーラプンプンに出してる。すかしてると言われて、うん、そんなことないですけどね。あ、平床さん石川だ。営業中はねスイッチ入ってるでしょ。あ、そうです。僕 やる気スイッチでしょ。はい、オンオフ切り替えすごいんです。そんなことないですよ。でも全然違いますよね。メンヘラっぽい。はい、メンヘラっぽいです。高校生でパーマする人って結構いますか？めちゃめちゃいっぱいいます。多いです。確かに。いや、セットマジうまいなって思われると思うと思う。ちょっと言葉おかしいかな。いや、でもセットめちゃめちゃうまいなと思われる、と思う。はい。簡単にできるんで。地方からのオーシャンの入り方は面接して受かるだけ。はい、面接。てかもはやほとんど都内は2人3人4人あんまいないです。5人もいないかな。うちのばっかりです。うん、僕もそうです。残りの100何名ぐらいはもう地方ばっか。地方です。まあ言ったら高井さんも千葉だからね。そうですね、うん、石田さんも山梨です。都内って誰？宮地と増永とライラ、あ、ライラもか、富田、リク、10はいないよね。10もいないですね。いて10ぐらいの。全然みんな本当に、うん、地方です。埼玉からは全然いると思う。めちゃくちゃいますね。埼玉はいっぱい。茨城とか多いですね。大二郎さんも、淳平さんも、亀井さんも、うん、多い。前髪浮くのはどうしたらいいですか？温めて、押さえて、冷ます。ドライヤーで。毎年どんぐらい取りますか？今のところは30人から40人ぐらいの間。結構多いですね。今年はみんな国家試験さえ受かってもらえれば。確かに。35かな？めちゃくちゃ入る。新入りが。ねえ、また空気感全然変わるよ。確かにめちゃくちゃ食いますね。150人ぐらい。原宿店5名6名ぐらい。まだ5、6名食いますね。食うから。ホワイトとかもぎゅうぎゅうだね。確かにぎゅうぎゅう。お店自体はそんな大きくないのにぎゅうぎゅうですね、人。まあでもオーバーとかは結構広いから。ラベンダーアッシュっていう色ありますか？まあ、ラベンダーアッシュっていう色あるけど、この色って感じないよね。守備範囲結構広めです。紫強めとか、アッシュ強めとか、暗めとか、明るめとか。太田さんに切ってもらうか迷ってます。迷ってるいける。迷ってるのか。迷ってるなら一度。どうしたら切ってもらえる？切りに来てくれるんだろう。一度、はい、一度来てください。うん、まあ、迷ってる時間がもったいないんで一回来てみて。そうですね、うん、そこで行く。微妙だったらもう決めてください、ね、お前微妙、お前微妙って言ってください、うん、そしてまた僕で聞いてください、うん、小田家完成した。小田家まだブリーチに、まあ、まだ今入れてます。注入してます。今入れてる。すごい色になってますよ。本気らしいです。本気紫です。本気紫って、そういう 紫そういうことか。ザ紫、うん。オーシャン、どんな人を撮るの？ザッとバランスに。確かに難しいですよね。なんでしょう、うん、どんな人なんですか？僕も結構いろんなジャンルいるよね。確かに、なんか、うん、どんな人、
どんな人だ。どんな人だ。結構何を重視してるんですか。いやバラバラよ。ポジションがやっぱり。ああ確かにそうそう。うん、テンポ職とかもあるし、その時々で違うね。年この年はこういう人が多いなと。弱いパーマってどれくらい保てますか。弱いパーマ。でも1ヶ月弱いって言われちゃうと1ヶ月持たないぐらいじゃないですか。シークレットとかですかね。うん、1ヶ月持つか持たないかぐらい。それでかける人ってあんまいないっけ、ね、あんまいないですね。うん、高いんだよ。そうなんですよ。もったいないな。それでもいいんだったら、落ちるの早くてもいいならかけることはあるけど、うん、生え癖って治りますか。治らない。生え癖が一番厄介ですね。そうね。例えば、まあ、ストレートとかでなんだろう、ボリュームを抑えるようなパーマとかも やらなくはないけど、俺はあんま勧めるタイプじゃない。そうですね。結局根元折ってるだけなんで、生えてきたらやりづらいですね。例えば浮き癖がこうやってあってボリュームを抑えたいからってかけるとしたらポキって折るわけじゃないですか。でも来月にはこの根元のがこうやって生えてくるんで、このままこうやって鍵カッコみたいな、折れたのが生えてくる、こうなって生えてくるような感じなんで、じゃあまた来月その根元をもう1ヶ月で持たないんで、まあ1ヶ月として持たないかも、もはや。まあ、そうするとまた根元をやって、まあ、それを本当に繰り返す財力、確かにどちらかというとがあるんであれば別にやっていいと思いますけど、今月だけで半年間持たせるとは100無理なんで、もはや来月も持ってないんで、うん、毎月2万ぐらい高いですね。2万ぐらい かけれるんであればいいかなと。いいかなと。生え癖を矯正は厳しいですね。基本全員採用されるんですか。いや全く。いや落ちる人の方がほとんど、まあ、大体倍率10倍から10倍から12倍ぐらいの間なんで、まあでも10人に1人は結構いい確率で受かる。面接とかありますか。面接は1回、2回、3回は面接、あ、そうか、まあ、PR を入れるとしたら3回かな。3回です。自己 PR 入れるとしたら緊張しますよ、すっごい。漫画棚の上に5G です。あ、そうです。僕飾りました。何あれ、5G って追いやってんの、あそこに。パンパンになっちゃって、うん、フィギュアがね、だんだん溜まってきちゃって、受付がもうパンパンになっちゃって、御社の商品も来たいんで、うん、なんかコンビニ寄って、あ、今日引いてみようって思って。9時ですよね。そう、9時、一番9時を引いて、当たったやつをお店で飾ってます。吉田さん今 3台ですね。確かエースと、エースとゴジータ2個、4のゴジータと死んだ時の、あの邪念版の時のゴジータかな。いっぱいになっちゃいました。フィギュアケース買いました。買ったの。いや買ってないです。置くとこない。置くとこないですけど、ね、うん、太田さん PR 何しました。自己 PR やってなくない太田。いややりました。僕中途から、中途はありましたね。面接があって1分の自己 PR してくださいって2回やりました。落ちまくってる。はい、面接まで行ったのは2回なんで、履歴書がもう2回落ちてるんで4回です。4回落ちた。3回落ちました。3回落ちたで4回目で受かる。4回目で受かりました。東京まで来て。でもそういうタイプ多いよね。多いですね。めちゃくちゃ何回か受けて受かる。結構何回も受けてるかもしれないです。みんな中東は大体そうじゃない。 1、2回ぐらいなんとなく落ちる。みんな日高ぐらいですかね。一発合格。そうだっけ。悔しいな。ストレートパーマって高いですか。宿毛矯正高い。安くはないです。1番か2番目に高いのかな。そうです。全体だともう2番目ぐらい高いです。フリー
1ぐらい高いですね。じゃああと5分で営業始まるから頑張りましょう、はい、じゃあ最後まで見てありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、 TikTok、 Instagram、 Twitter フォローをよろしくお願いします。太田ジャパンで検索、はい、ありがとうございます。大きい田んぼ、大きい田んぼでジャパン、英語よろしくお願いします。お願いします。頑張りましょう。